日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ちんなマックカフェの冬の新作スイーツ&ドリンクをいただきたいと思います。バタースコッチラテや、なんかオレオチョコレートフラッペ、キャラメルミルクティーフラッペ、そしていちごミルクマカロン、どれも美味しそうですね。冬を感じるのかな。まあバレンタインの店での商品だと思うんですけど、ではやっぱり寒いので、まずはバタースコッチラテで温まっていきたいと思います。バタースコッチ聞いたことあるんですけど、まあどれだけまろやかでコクがあるのかな。それではいただきます。どんな味がするのかと思って飲んでみたけど、これは思ったよりもすごいぞ。まろやかでほっと一息つけるし、もっといろいろ飲んでみたくなるな。だけどちょっとうーんかなって思う部分もあったりして、どうなのかなこれっていう部分もある程度ある。ま、基本美味しいんだけどね。でパクッと食べるのもまろやかさが広がってきていい。あーもっといろいろ出てくれればよかった。だけどこのマカロンまた食べてみたくなったな。違うフルーツと合わさるともっと美味しくなると思います。詳細はこの後すぐ。ごちそうさまでした。最初飲んだバタースコッチラテはまろやかさは確かにあったんですけど、バターの香りや甘さはそこまで感じなくて、シンプルでほろ苦いラテという印象ですね。だけど美味しくはあるんですけど、少し物足りない印象。次に飲んだオレオチョコレートフラッペ、結構苦めの味付けになっていて、オレオが甘いのかなと思ったんですけど、チョコレートの苦味がそれ以上に強くて、結構大人の味わいになっていましたね。その次パクッと食べたいちごミルクバターマカロンは、バターになることでいちごの味わいが滑らかになっているんです。だからジャムやソースとはまた違ったいちごの美味しさを感じることがありました。最後に飲んだミルクティーフラッペ、ミルクティーのまろやかな甘さが口の中にバーッと広がってきて、優しい癒しを与えてくれました。なので飲んだ中だとミルクティーフラッペと いちごミルクマカロンの2種が私は一番おすすめします。この2つを組み合わせるとまろやかで優しい気持ちになれるかも。というわけで両者を代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただき、動画を拡散していただけると嬉しいです。演終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。